まだやってるのかよ。早くかけて。ほら次のチラシ。ごめんね、アリサ。まさかこんなに時間がかかっちゃうとは思わなかったよ。チラシに直筆で言葉を入れたいって言い出したのはお前だからな。言い出しっぺが一番遅れるって何なんだよ。だから謝ってるじゃん。けど、どうして私だけこんなに遅れちゃったんだろう。それは間違いなく補習のせいだろ。補習さえなけりゃみんなと一緒に来れたんだから。それにお前だけ一枚一枚にかけてる時間が長えからな。けど、なるべくチラシごとに同じ言葉は書かないようにしたいじゃん。この量を見てから言えて。ほら、次のチラシ。別々の言葉だったし、アリサが私を褒めた。そりゃお前これだけやりきったんだからちょっとは褒めてやらねえとって感じだろ。ねえアリサ、私すっごい肩が凝っちゃった。肩もんでよ。調子に乗るな。ここに泊まれば遅刻もしないで済むかなとか思ったりして。